直に渡せば苦しまずに済んだのにね。自然の美しさに手を加えてこんな形にするなんて。だね、人間は。このピトン様が自然に返してあげる。宝石が喉を通る気持ちよさ。おいしい。怪我も治ったみたい。
これもカルチェラのおかげだよ。ありがとう。獣医の真似事が役に立ったわ。これで団長さんもこの子を売るなんて言わないでしょ。ボラさん、よかったね。これでみんなと一緒に遊べるね。どうしたの？泣きそうな顔して。どっか痛いの？この子と僕は同じだ。一生懸命笑って芸をしないと捨てられるかもしれない。クリコ、動物たちもあなたも私が守ってあげる。だからそんなに悲しいこと言わないで。本当？カルチェラ、言ってごらんなさい。あのね、
何をしていた。もうステージが始まるぞ。やはり平民の娯楽か。わざわざ客に手伝わせるとは。こんなことを手伝う者などおるというのか。なあエリカ。メインイベント、マジカルエンジェルココリコがお送りする恐怖の人間切断マジック。え？
ルチェラ。やっぱり僕、さっきのお願い言うね。ん？なーに？言ってごらんなさい。あのね、カルチェラのこと、ママって呼んでもいい？ええ、もちろんよ。私の可愛いコクリコ。大神さん、行きましょうか。ママ。眺めても眺めても見飽きないな、この帽子の宝石は。この宝石さえあれば動物どもなんてクズみたいだ。に美しい。本当だね。食べちゃいたいくらいにね。なに？なんでお前は？この宝石だけは誰にも渡さねえ。いいよ、渡したくないなら渡さなくてもね。一緒に奪うまでだ。さあ、この宝石をいただこうかね。ごちそうさま。それにしてもこのサーカスは本当にいい餌場よね。おいしそうな宝石をつけた人間が集まってくるんですもん。当分ここにいようかね。この姿でね。
Thank you.